私たちは住民満足度ナンバーワンを目指して政策を考えました。目次です。はじめに三笠間市についてお話しします。笠間市は水戸市の西に位置し、人口7万4千人ほどの市です。また、栗や笠間焼き、菊が特産品として有名です。現在の笠間市の問題としては、 駅周辺の街路灯不足農業従事者の止まらない現象英語学習の機械不足が挙げられます一つ目の問題の駅周辺の街路灯不足についてお,お話ししますえ笠間市内の駅周辺は街灯が少なく自転車の事故が多発していますまた駅利用者の多くは学校帰りの学生ですそのため学生が安心,安心して利用できる駅にするべきだと考えました 2つ目の農業従事者の止まらない減少についてお話しします。このグラフは統計笠間より作成したものです。このように年々農業従事者が減少していることがわかります。この原因としては農業従事者の高齢化、慢性的な後継者不足が挙げられます。3つ目の英語学習の使用機会不足についてお話しします。笠間市の 英検3級以上を取得した中,中学3年生は全国平均よりも5ポイント上回っています。しかし、市内で英語を活用する機会はほとんどありません。これらの問題に対する政策についてお話しします。1つ目は防犯性アップ政策、2つ目は農業人口アップ政策、3つ目は英語学習の促進と実践力アップ政策です。 まず1つ目の防犯性アップ政策についてお話しします。これは笠間市内の6つの駅の周辺に、周辺道路に街灯を設置するものです。対象道路はこのようになっており、計19本の道路が対象となっています。また、街灯の設置に加えて、ボランティアでの夜間の防犯バトロールを募集します。次に2つ目の農業人口アップ政策についてお話しします。これは一般財団法人。 笠間市農業公社を PR するものですこの団体は収納希望者と受け入れ先農家をつなぐ団体なのですがあまり利用者は多くありませんよって知名度を高めることによって農業人口を上げることを図ります3つ目は英語学習の促進と実践力アップ政策です まず、笠間市内の公民館にて講師を招き、授業を実施します。これは年齢問わずに受講を可能にすることで学びの道を広げます。また、英語だけではなく第二言語の受講も可能にしたいと考えています。現在、笠間市はドイツのラール市と菊祭りを開催しているという関連で、 国際有効都市でありますよって有効都市のドイツの方と英語やドイツ語で交流を図りますドイツのラール氏はこの辺りにありますここで各政策の費用についてお話しします1つ目の防犯性アップ政策についてお話しします使用する該灯はパナソニック様より防犯等13000円のものです 公式ホームページの推奨に従って20メートルごとに設置します。これは500メートル中両側道路に設置するため48本必要です。1本につき15年間の諸費用は4万4000円であり、30年間に19道路に500メートル設置すると3億100円を必要とします。2つ目は農業人口アップ政策の費用についてお話しします。 常磐線の電車内ドア横の広告で1ヶ月14万円ほど必要とします。また、水戸駅、土浦駅、筑波駅での B0 サイズのポスターにはそれぞれこのように費用がかかります。また、Twitter プロモーションツイートには4万円から8万円ほど必要とします。年間70万円を限度額とし、効果次第で期間、規模に変更を加えます。30年間での費用は2100万円ほどです。 3つ目の政策の費用についてお話しします授業は上級中級初級に分け時間ごとに分けます月に2回開校し講師への謝礼は1日1万円とします30年間での費用は720万円ですこれらの費用をまとめると総額3億3820万円ですこの,値この値を1年間の市民1人当たりに換算すると104円ほどの負担となります これらの政策によって夜間に駅を利用する人や学ぶ意識が高い人は優遇されます。しかし車で移動し多言語を学,ぼうとしない学ばない人にとっては余計な支出となります。よって子どもや母様の未来のために有意義に使われるのだということを伝えていくことが大切です。以上で発表を終わります。